どうも占いののゲッタター,ーでですすアシスタントの奥満です、えー、この番組では「ゲッターズイタ」の占いゲッターズイタの生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方から抽選でご当選された方を鑑定していきます本日は、えー、おめでとうございます茨城県の方ですね40代前半女性エビちゃんさんですおめでとうございます,、はい、います恋愛経験がありませんが最近気になる人ができましたおいいですね3月まで部下だった13歳下の男性です 一度二人で食事に行きました。いろいろな話を聞いて楽しかったし、穏やかな性格がいいなと思いました。また行こうとメールしたら、気が向いたら誘ってくださいと返信がありました。年齢差が気になっていますが、この先行動すれば彼と親しくなってお付き合いできるか教えていただきたいです。どうでしょうか。う楽しかったそうですよ。二人で食事に。このパターンね、多いんですけど、えー、ないです。ずばりない。 てくださいあの40過ぎた女性が一回りぐらい下の男性にはまる恋、まあ、あるはあるんですけども、はいえー、確率的に言ったらもう向こうはもう女性としてほぼ見てないです。ターゲットがいすぎてお母さんとして見てるからーターゲットがいすぎて普通にフラットしてしゃべれるのに「えー、あれこれ恋なんじゃない?」って引っかかる「これは一番ハマっちゃいけません」ってジェーン・スーさんの本にも書いてあります。 今、飯田さんの言葉じゃなかったんですね。です。でも実際に多いね。まあ確かに。僕も別にそんな全然その40代ぐらいの人と別に占って話すときに、もう普通にご飯み行ったりとかして占いとかでそんとん入って、あそうなんですかって話すときに、普通にフラット話してないですけど、心が全くなさすぎてフラット話してるんですよ。ああ。だから向こうからしてみたらすごいナチュラルな感じが、すごいこれが恋だと思って、そ田さじゃえ3歳よければ、つき合ってもいいじゃない。は それを思ってたらジェーンさんの方に書いてあって「<う>女はこれやっちゃダメだ」みたいな<ー>40過ぎたけに来る20代後半とか30ぐらいの、まあ、一回りぐらい離れた男がすごいフラット話すのが恋じゃなくて全くターゲット外いなんだっていうだからもう超リラックスしてる状態でってことなんですか、うん、全く興味ないんだなっていうのは逆にすごいいけるんだなって女の人は思っちゃうこれは絶対ハマっちゃダメだハマっちゃダメです いや相性を調べましたけども全然か、はい、み合わないですよかったです、えー、逆によかった早く分かった向こうは気を使ってるだけだと思います<ー>ええー、ただ万が一はい万が一,万が一持たない方にねあの期待を持たせない方に、ね、年上がもともとそのエビちゃんさんはいいので一回り以上上ね50代中盤ぐらいの方だったらいいって言いますけどそれ以外の人はもう狙わないように いつぐらいなんかで出会いとるんですか今年以来、ね、し初めて会う人、新しい人だったらいいと思います。お,うおうよかったよぜひ、はい、探してください。以上、ゲッた,た。ー万でした。